あ、帽子ね。俺帽子どけした。ヘルメット顔ちぎな。どけしたな、帽子。文豪君帽子どこやったんだ。あれどこいたかな。最初からかぶっちまんかった。え、かぶっちまんかった俺、うん、あったな。あったあった。あー、そうじゃ。これこれ、それがいいわ。文豪君食うのに文豪君帽子かぶっちゃらない。これそうじゃ。はい、カボス TV です。今日も雨が降ってますね。午前中はすごく大雨で、今日ですね、クジラさんと七輪バーベキューをする予定だったんですけど、ちょっと雨が強すぎて午後からになりました。今はさっきまでちょっと晴れちゃったよな。そうやな、一瞬晴れちゃって、でまた今ちょっと降り出しましたけど、まあ、熊本等で災害が起きてますので、まあそういうものには十分注意しましょうね。クジラさんとか大丈夫ですか。ああ、大丈夫大丈夫。うちはどこは、まあ、いつも通りの雨では。あまあ、毎年この時期は降る。今日草刈りしてきたよ。してきたよ。もう1時間だけちょっと雨やんだけんな。すげえな。いや、買っちゃうかんと思う。あ、それはもう本当そう。追いつかない、追いつかない。ため1日休むともう、うん、そう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 、もう後が響く。あ、1時間でもやれる時はやっちゃうかんな。いや、本当そう、うん、まあでも気をつけてください。まあまあ、まあ、十分、はい、ということで、まあちょっと雨また降り出しましたけど、今日はクジラさんとバーベキューの方やっていきます。はい、肉食わせろ。今日なし来たん。肉食いたん。あ、そうなの。文豪木、文豪木うるせえけ、文豪木食うちゃろうと思って。もう準備しちゃうんだよ。もういい、ぼちぼちいいんじゃねえな。もういいよ。あ、肉やから、まずすぐ文豪木食わせて。え、あ、ビールなんかわからんかったけど、こっちだ。ああ、そうなの、うん、あ、それはありがとう。なん、俺ワインしか飲まんけん。ビールが分からない。ワインも飲み切らんじゃない。ワインも飲み切らんじゃない。何のビールか分からんけん、まあ適当にこっちだ。甘酒も飲み切らんじゃない。ああ、できるじゃん。どうせ今日あれだろ、もう仕事全然。いや、もう今日できるよ、俺は。もうビール飲んでひっくり返して寝てくんな。研究できないかんけん。ああ、そうだ。まあ最初は、チキンバー、大分さんの。俺のチキンパン、これから。もうピーマンいいで。あ、ピーマンいいで。うわ、ピーマンめちゃくちゃ美味しそう。匂いがな、うん、匂いがすごいね。え、今日は藤田さんとこのお母さんが作った野菜、これをいただいて、これを今焼いてます。めちゃめちゃ香りがいい。もう焼く香りが違うもんな、焼けた時にな。うん、いい焼くよ。いいな。いただきます。いただきます。朝は本日の会話。うわ、雨。ここ雨相当ボロ。相当ボロいよ。ちょっとこっち上げようか。ポン酢の方は、これは、アネサンコウモのカボスポン酢です。うん。めちゃくちゃ強いよね。いただきます。はい、ポン酢。うん、まあポン酢がいいかな。あっさりしてる。うまい。うまいわ。おいしい。これ玉ねぎ、ポン酢の方がいいな。この玉ねぎ生でも食える。ああ。もう香りが全然違ったもんな。炭もな。ビートルさん、最近どげんの。最近どげんの。 YouTube。 え、 YouTube。 まあまあ、いや、なんかやっぱ昨日ここ2、3日よかったな。頑張るよ。グッズ作る。え、もう1万いくんじゃない。もうちょっと企業案件が、うん、あれな、もう視聴者さんにも言うけど、言った方がいいわ。最初から YouTube なの。そうそう、もうでもう農業と YouTube だけなんで、企業案件もやらないとやっていけないっていうのがあるから。いやいや、ほんとな、企業案件はやります。もうこれやっちゃってください。もう やります。で、まあいや、ここほんと最近バタバタっとくるよ。あ、そう。いや、かぶったやつもあるけど、かぶったやつはそれはな、もうやる。そういうことはやる。いや、もうそれは違うんだ。いや、それは仕事やけど、うん、ということで企業案件は
やっていきます。下手やけど。そうね。まあでも正直に伝えていこうと思う。正直言わないから、ね、あれね、褒めるだけが、レビューじゃ礼儀な。まあそうやわな。うんうん、いや前の懐中電灯もいやあれ本当いいんで、いや、まあ、いやいいよ、いやいいかもしれんけど、いやけどちょっとやっぱ悪かったな。いやでもなんかな、まあ商品見ればみんな普通に分かるようなことを言い過ぎたってことやな、ね、まあまあ、そういう豚やこうか、豚ロースな、ブーゴギを行く前に腹いっぱいになるんじゃないの。はい、ブーゴギ壊せないもん、豚らいい。ならブーゴギをするな。いや、まあまあ、じゃあさちょこっとだけな。これちょっと片付けようかな。これはまあ、一時置いとかいいよ。そう。ロース。でけえな。まだブーゴギ壊してくれ。ブーゴギはまだね。ブーゴギまだ。まだまだ。そう。メインが来る前に。ハイパイならない。それが目当てじゃん。そうだ。で、最後にちょろっともう食え。もう食えれんし。俺は食うで。食いな。うん、あ、天気なってきたの。いや、今日ずっと焦げなんじゃん。うん。まあ、でもあれやな。こんな限界集落でも、まあ、頑張れば生活はできるってことだよ。楽しかった。そこ。やっぱ、楽しい。うん、こうやってできるやろ、こうすぐな、田舎はそういうのがいいな。なかなかこれ、都会じゃできんな。それでも、十分じゃ怒られるな。また勝手にしようって次いつかタイミング見て、もうドラム缶でやらいいよな。農業女子を、肉詳しいち、相当やかましかったよ。イノシシ壊すらいいわ。そうじゃな、もう、一緒だよ。カットするわ、ここカットしたか、ここカットするわ。字幕入れないか。肉食いてえじよって肉食いてえじなってたよね。やべえわ。肉食系や、肉食や。鳥いいんじゃないの。うまい、鳥美味しい。これ、なんかつけた。ポン酢、これ何やったかな。鳥ブムドリ、ブムドリ。大分県産若鶏チキンバー。味はついてねえわこれ。いやでもこんくらいの薄味の方がいい。あ、これ鶏本当に美味しい。おいしいな。あち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 、鶏めちゃくちゃうめえ。鶏美味しいわこれ。ポン酢がいいわ。見ない。あれ、うん、早く片付けな、ブムギが。ブゴギュ食いてない。ブゴギュ食いに来たんや。もうここに取りやら食ったらいいよ。ここ熱いんじゃん。あ、でもこれ美味しいな。この鶏うめえで、柔らけんよ肉が。うめえ。うん、合間にキュウリ、キュウリうめえ。豚いいわこれ。豚、やっと豚まで来た。タレに入れたけど。マジうめえ。何これ。え？これ柔らけえで。豚ロース。豚ロースめちゃくちゃうめえ。いただきます。どうするの？分からんの？分からんな。これ柔らかかったかな、豚ロースって。これうめえな。これポン酢でもいけるで。ちょっと半分はタレにいけるの。ちょっと混ざったけど。ポン酢はさっぱりする。うん。これ何がいいな。じゃあ先にな。モモ。ついに来たか、文庫牛。文庫牛モモ。170g。 どこに行ったの。これエコ、これが 100g あたり499円。えエコープからなんかもらえるんじゃねえんだ。えこれこれこれいやらしい。見えちゃう、見えちゃう。見えちゃう。いやらしいな。怪しいわ。え、文具牛、文具牛言ったらなんかもらえないんかな。じゃあ文具牛な、こう赤があるんよ、帽子が赤。いや俺赤見たことあるんよ。今のモデルじゃ赤があるかわからんけど、黒がな、虫が寄ってくるやん、その蜂とか。ああ、いや、農作業には黒は向いてねえし。向いてねえな。だけどな、赤が、こう、赤とか欲しいな。あ、お願いします。これな、
畜産の方。やらしいな。欲しいな。赤欲しいな。そうだ。赤俺一回見たことあるんよ。あ、誰かが被ってた。どっかばあちゃん被ってた。すげえな。それがすげえよな。普通に被ってた。普通被ってた。これ牛けど焼肉用じゃねえな。ブンゴ牛食べるっちゅうことは。おう。なんだ。俺のネタをちょっと。ネタ？使っていいかな。いいで。ちょっと間違いない。なんだ。クジラガレージ。プレゼント。お、プレゼント。うん。プレゼントいただきました。プレゼントっちゅうかな。え？あの俺ほら、うん、YouTube 始めてから収益が出だした、うん、それの要は初任給じゃん。あ、ありがとうございますクジラさんの初任給でなんかプレゼントいただきました。開けてみよう。ありがとう。なんかまたボヨーンとかできてくれ。ボヨーンはね、ボヨーンはね、ねえねえねえ、こう開けたら農業女子が出てくるとかね。農業女子入るわけねえやろ、ね。うん、はい、じゃあ行きます。あれえ、ちょっとなんだこれ。あ、アマゾンと一緒じゃん。そうだろ、アマゾンの手法と一緒じゃん。いや俺もそれに乗っとったんだこれ過剰放送や。文豪牛いいわ。ええで、いやねえんだよそれ。なかなか、いや俺これ初めて見たで。こげな売り寄らんのだよ。ネットでこうだけどな。やっと1個見つ、めちゃくちゃうめえ。えめちゃくちゃ。いや、これもしかして取れてなかったの。何分かで1回切れるやん。切ると悪いよ。モニターが省エネになるだけじゃないんだ。ほら。ポンズだな。今、歯が出たんじゃないんだよ、今。何が出たんだ、今。歯が出ちゃった。何が出たんだ。シャレなんと。締まりが悪いな。ポンズだ。なんかあのまあ使えるわな。ポンがへってきたやん。急いで空気じゃん。そうじゃん。味がわからんかった。文豪牛のキーホルダーいただきました。ありがとうございます。はい、これがメインじゃん。これメイン。これがメインじゃん。これはもうあとは松田商法またいただきましたいやさっきのあれおまけだ。お礼じゃん。あの俺な、ああ YouTube は俺がやるきっかけになってな。ああ頑張ってください。頑張って、うん、もうぼやっとしたら追いつくで。おや、追いつかるわ、うん、あ、今度なんか違うやん。いいやろ、ちょっと違うで、うん、お、ほらこれはなんだ開けじみない。おこれおこれ文豪牛ブルゾン。え、なかろえこげな。特注じゃ。おじゃろ、すげえよこれ。特注でこれおそろやこれこれな、うん、今日はカボスビタミン C で。ビタミン C 文豪牛 T シャツ着とかやから。いや、カボス TV じゃない。文豪牛 TV じゃねえんけ。そうじゃな。これだこれあー、でもありがとうございます。いいよ、もういや、ほんの俺やから。いやいや、ほんとありがとう。大したらできんけど。いやいや、これ、飾っちょくわ。飾らない、切らないかん切らない。よそ行き時期な、よそ行き時期。よそ行き時期切るわ。そう、畑きついたら破る気なすぐ。これ、東京行く時期切るわ。何よ。な、行くで。よし、次は文豪牛。文豪牛のバラ、これは 100g、613円。 100g で600円。613円、高けんな、安い。わからん安くはねえわ。そうそう、多分安くはねえわ。ちょっとな、何やつ。ちょっとナスが美味しいけん、ナス焼いてごらん。あ、でもありがとうございます。いい。まあでも、まあ、これからも頑張ってください。別になると思わんかった。いや、やっぱ難しいよな、やっぱ収益はな。相当大変だ。あ、ほぼ無理や。あ、でもあれやな、 YouTube はあの やれるならやった方がいいよな。いや、それそうだよ。ほんとやれるなら絶対皆さんもやった方がいいと思いますよ、 YouTube な。あの客の取り上げはねえけんな。そうそうそう、うん、もうやれるならもうどんどんみんなやってみてください。あ、その収益化ができるできんちゅうのはそのまあ差し置いてね、それはやれるならやった方がいい。ただきついな。きついな。編集やな。食べよう。エモいな。
大変、もう蚊に食われた。蚊取り線香つけようか。新人工炊きな。ああ、炊くわ。すぐあるでしょ。新人工早い出しないで出して。肉まだかな。もういいじゃん。まだ開けえで。ちょっと開けんけど、もう行ってみようか。いや、手はね。文豪牛、いただきます。ちょっと開けえよかったっ。今まで食った肉で一番うめえわ。そうだ。うん。しっかりしとんな、肉が。こらうめえ。うめえ。やべえわ。いただきます。これは何だかな、バラやったバラバラ。うん、これしっかりしとんな。しっかりしとん、身がしっかりしとんな。牛ゆずめちゃう。それだけど硬いちゅうわけだね。柔らかい。そうやな、香りがいいな。やっぱうめえだ。香りがいいわ。あ、うめえうめえ言うの分かるもん。やっぱ文豪牛ちゃん。次ロース。ちょっと待ちましょう。100g が599円。霜の振り方がちょっと違うよな、普通の。そうなのかな。これが霜の振り方だ。そうやな。これなんかな、線になっちゃうんか。あ、こういう感じやわ。こういう感じ。そうそうそう。なあ、うん、肉早く食いな。もういいんじゃねえの。どげえな。どげえもねえ、焦げもねえよ。美味しいわな。美味しいわ。もうそれしかねえよ。油ない。油はやっぱこれは強いっていう感じせんのやけど。そう、うん、さっぱりしてるのはさっぱりしようけど、うん、もっとはあのうめ、これうめ。やっぱいや、和牛、そうそう、和牛はちょっと同じような感じやけどな。これロースいいな。これロースいいな。ああ、うめえな。やっぱうめえわ。あ、和牛って感じやな。うん、和牛って感じ。うん、その独特の香りがやっぱいいよな、文豪牛は。これよ、分からん。いやいや、ほんとな、独特の香りするんよ。そうだ、うん、文豪牛を昔から食べちゃうけん、その分からんね。ああ、そうそう、香りがな。あ、そうですか。うん、けどな、ほんと独特の香りするわ。いや、もう普通に売るよ。何売るよ。けど買わんわな。これでも大きさが違うよな。もっともっと大きかった。普通、もっとこう、倍やろ。これ、これよりもうちょっと大きかった。そう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 。タバコぐらいの大きさやったから。そうそうそう。あ、キャラメルぐらい。ああ、そうそうそう。いや、こんなんあるやな。コンビニでは売り寄らん。どこに売り寄んの。知らんねえ。売り寄らん、どこに売り寄んの。ああ、いい具合に火が出た。よし、まずロース食おうな。ロースうまかったわ。ロースうまかったな。うん、じゃあロースを最後まで。やっぱロースもね。うわ、これいいで。これいいわ。結構いいわ。食べな。まだまだじゃん。まだだ。どうだ。まだ食べな、心配。まだな。トラもいや、トラだ、トラだねえけど。その部位の違い。うん、これロース。じゃあこれは違う、バラ。これバラ。バラ。バラチどこなん。バラチ腹だねんな。あ、腹な。いや、違うと思うけど。暴られねえんだ。いや、多分違うと思う。いや、暴れちゃう。そういうことかな。知らん。バラチどこなん。バラチどこなん。腹だ。腹じゃん。違うと思うわ。そうなん。視聴者さんが教えてくるわ。バラチどこか、ここじゃし。そうそうそう、そう、ポイント返してくる。ああ、これもうこっちに寄れない。ずりもずりむけちゃう。じゃあ編集が大変になるんで。そうじゃ、切らないかにピーとか入れないかに。ポン酢いいな。ポン酢いいわ。ポン酢さっぱりしいわ。この玉ねぎはもうポン酢最高やわ、うんうん、これな野菜用だ。うん、いいわ。みんなみんな、もういいで。あの、ふんどうきよりちょっと濃いな。濃い、うん、ふんどうきのカボスポン酢で、うん、あれ結構な薄いんや。ああ、ね、これあれ使うときはあのカボスポン酢にもう一回カボス絞る、うん、あれ、うん、ちょっと足りんかな。多分万人受けするように、うん、あの抑えちゃうと思うんやけど、うん、まあそれに比べたらこれはちょっと濃いわな。これで、あの、何？おいしいな。え？おいしいな。まあ、普通な。今から。今から。
これなんかな、バラ、うん、ソース肉はしっかりしょんな、しっかりしょんだよ、うん、かっこいいな、しっかりしょうけど柔らけえよな、うん、そうそう、火がいい感じになってきた、あーこれいい、ちょうどいい、さっとあふれる、さっとあふれるけん今、うん、めちゃくちゃうめえ、あー何回食ってもうまいわ、早くなってきた、もっと食えるよね、皆さんおっちゃん、おっちゃんやな、はい、繊維食いなよ、はい、食えるせやね、はい、食いねえ、田舎のばあちゃんとかみんなそうだわ、はい、食いなよ、子供食わされるきや、バチヤゴバチヤゴで食わされる、いや、もういい、はい、全国でやに、まあ食いなよ、あんた遠慮しとんじゃない、じゃんじゃんデスクルトーナー、田舎のばあちゃんな、いや、それ食えんやろ、ちぐらいええとか、なんか、クワンとかでも悲しそうな顔する気な。いや、まあまあ、おもてなしじゃろうけどな。そうそうそう。バチャウは。バチャウは。相当バチャウは。これはすき焼きじゃ。すき焼きな。うん。こんにくは。今度はあの、すき焼きしてないからな。冬はすき焼きやな。一人すき焼き。一人やったらまた怒られる。少し上げんのこいつ事務所に怒られる、うん、うまい、はい、食いな、バラも美味しいよ、バラ美味しいわ、バラはな、タレの方がいいかもね、うん、そうやな、うん、ソーセージはな、普通に美味しいわ、美味しいな、うん、あれこれ、今日何の動画なの、なんか、メインがないと悪いんじゃない、何のメインだただ食いようだけど、いい落ちがねえや、落ちがねえ、うん、うん、あ、休憩だ、ほんとやろ、早くやろ、起こしよう、男だよな、雨じゃ乾かせ、そのまんまじゃもう3日ぐらい経った3日ぐらい経ったすげえな、スタジオがすげえ、スタジオすげえよ、うん、案外綺麗やったな、そうな、うん、もうちょっと黙んねえかと思って、あれ頑張ってそうにした結果があれじゃんスマホにいろいろ持ちただけじゃん寄せただけじゃんアマゾンの箱が半端なかったんやけどもうすごかったよもうキーホルダーはちゃんと軽トラにつけないよ、ね、多分一点物だなあいやもう置いとこうかなと思ってやっぱねやっぱつけた方がいいわな普段に使うなそうじゃな今日は知らないことよ普段食いよう肉は分の食いやったんや要は前線がご覧ならなそうだなボタン、ボタン飴食いなうんボタン飴、せっかくくれたんやけどなしボタン飴私は、なとじゃ肉食系すぎだよ食えってことやろそうです、そうです食うわまあ1個食いな食わんとせっかくやけどな食わんと怒られる怒られる父殺される父殺される父殺される食いなテーブルも取ろうかえ1個ねえ焦げ物なの1個ねえで入れますあ懐かしいわあ懐かしい懐かしい子供の頃はよく食いよった歯にひっつくわひっつくんだよここまた歯が取るわこれ歯に歯が取るわありがとう一時期にありがとうございますあまりいじめてくださいガツガツ込んでくださいボンタンメンでも懐かしいなはい、今日はクジラガレージさんに野菜を持ってきていただいて本当、ありがとうございますあごちそうさまでしたあ美味しかったです文豪家さすが美味しいはいで、あのサプライズのアマゾン並みの過剰放送で文豪家のキーホルダーとあと文豪家のブルゾンありがとうございますありがとうございますはい、うん、初任給で初任給はい、あのいただいてる本当ありがとうございますあのまだぜひあの来てください、はい、誰もいませんので今度みんな連れてくるわそうやな、うん、これアップするやろまたまたやかましいよなまたあんたの尋常寺からおいしいもん食いようちそうそうそうまあぜひまたじゃあ次はみんなで、はい、みんな連れてきますはい、はい、やりましょう、はい、今日はごちそうさまでしたあどういやこちらこそありがとうございます、はい、ということで、はい、今日
今日はこの辺で動画の方は終了いたします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。